ブレントスコークロフトブレントスコークロフトは、アメリカ合衆国の軍人、退役空軍中将、フォード政権及び、ジョージ・ H.W. ブッシュ政権の国家、安全保障担当大統領補佐官を務めたことで、知られ、その軍歴から退役後も、スコーク共和党員、ユタ州デン出身、米国陸軍士官学校卒業、陸軍航空隊に入隊し、パイロット資格を取得。 コロンビア大学大学院で政治学の修士、博士の学位を得ている、モルモン教徒、統合参謀本部、空軍参謀本部、国防省国際安全保障局などでの幕僚勤務、ユーゴスラビア駐在部官、陸軍士官学校歴史教官、アメリカ空軍大学政治学部長など、教育方面の勤務を経て、空軍中将で退役、リチャード・ニクソン政権で、 軍事問題担当大統領補佐官、国家安全保障担当次席大統領補佐官を歴任、ジェラルド・アル・フォード政権では国家安全保障担当大統領補佐官に就任した、学級肌の軍人で軍備管理政策を専門とする、在野時代も安全保障問題に関わる大統領諮問委員会の委員を歴任した、ニクソン・フォード政権の外交実務を取り仕切った、 ヘンリー・キッシンジャーとは、極めて親しく、キッシンジャーが設立した国際コンサルティング会社、キッシンジャー・アソシエーツに参加、1982年から1988年まで副代表を務めた。自らも、スコークロフトグループというコンサルティング会社を設立し、現在も代表を務めている。1989年、ジョージ・ H.W. ブッシュ政権の成立に伴い、 国家安全保障担当大統領補佐官に再登板するニクソン・フォード政権の同僚であり個人的にも親しく同じく恩賢派の外交路線を施行するブッシュ大統領と共に冷戦の終結及び湾岸戦争に直面した米国外交実務を取り仕切る。なお、コンドリーザ・ライスはこの時代の部下に当たる2001年に成立したジョージ・ W ・ブッシュ政権でも 2001年から2005年まで大統領対外情報諮問委員会座長を務める。アフガニスタン侵攻についてはテロ対策としてそれを評価する姿勢を見せたが、イラク戦争には反対の立場を取っている。現在は戦略国際問題研究所顧問、理事を務める。1991年大統領自由勲章を受賞。1993年大英帝国勲章を エリザベス2世より受賞、2015年、朝日大受賞受賞、ありがとうございます。